金武装は将棋の囲いである。主に振り飛車の囲いの一種であり特に相振り飛車で用いられるが対抗型の一車側でも金武装の形を用いる九戦定石がある。玉の横に2枚の金が並んでいることから名称が付けられた。2枚金とも呼ばれる。かつて振り飛車が玉を右側に囲う囲いは、総じて右玉囲いと呼ばれていたという。 大山康春の著書の中には、金2枚が横に並ぶところから、金無双と名付けたいと提案している記述がある。その後、金無双や2枚金という名称が一般的な名称となった。先手で言えば、玉を38に、左金を58に、右金を48に動かして作られる。金が横に2枚並んだ形が最大の特徴であり、 金武装及び二枚金という名称の由来となっている。この特徴ゆえに、飛車を5筋に振る中飛車は、左金を動かす位置に飛車があるため、左金を囲いに参加させにくいという欠点がある。一般的には、上部からの攻め主体のアイブリー飛車での採用が多い。ことから、上部の守りを優先するために、右銀二八の位置に上がる。ただし、側面からの攻めに対しては、 壁銀と成り玉の逃げ道がなくなってしまう。金武装は、身の囲いに比べて上部からの攻めに強い。しかし側面からの攻めに対しては、若干弱い。また四筋からの攻めにも弱く、四筋は、うさぎ耳とも呼ばれている。対局者の振り飛車の場合、側面からの攻めが主体となるので、身の囲いで良い。それに対して相振り飛車では、上部からの攻めが主体となるので、 金武装の方が良い。しかし最近では壁銀などが嫌われ、矢倉囲いにしたり、アイブリ飛車でも、ミノ囲いにする場合が多い。ミノ囲いは1.2筋が特に弱いため、向かい飛車に対しては危険であるが、島飛車、見ビ飛車には優秀なようである。その他の違いとして、銀を上げない形の場合は、ミノ囲いより一手早く組めるため、急戦を仕掛ける場合にも、 金武装が有効である。また、矢倉囲いに組み替える場合、金無双だと、片矢倉に暇なく組み替えられるが、金矢倉まで組むと言って損をする。身の囲いだと組み替える途中、どうしても隙が生じる。金武装だと17銀と上がる手順もあり組み替えやすい、などの違いがある。現代将棋では、対抗型微者の定石において、金武装を用いる急戦策が定石化されている。 コンピュータ将棋のポナンザは、島飛車に対して遺飛車で、大隅囲いに組んで急戦から自急戦まで、臨機応変に仕掛ける戦術を使用して、実績を上げていた。アマチュアの間では、早くから、このポナンザの戦法が研究されていた。プロ騎士の書籍では、初始はバレち AI 時代の新手法。タイブリッシャ金無双急戦がこの戦法の一部を紹介している。昭和から、 平成の時期においては、金武装はアイブリッシャ以外ではあまり刺されない時期があった。過去には、タイブリッシャ金武装腰掛け銀が、1958年1月5日の NHK 杯、花村元 GVS、増田構造船で見られた。エルモガコイの場合、船が濃い特有の寄せ手順の一つである一段飛車から、88X 同玉で6級の金が浮いて、 寄せられるというリスクを回避している。しかしながら、エルモ囲いの場合、8八,八角なりを同金と取ると、囲いが一気に弱体化する、上部からの攻撃に弱い、進展性がない、玉頭戦になった場合に攻撃力が低い、囲いを発展させると同時に攻めるのが難しいという弱点もあった。これに対し、大隅囲いでは8八,八角なりを形よく同銀と取れる。 上部からの攻撃に強い、進展性が高い、玉頭戦になった場合の攻撃力が高い、囲いを発展させながら攻めることができるといった利点がある。そして、指舎の右、桂を攻撃参加させる場合に三七桂と跳ねた後の、桂頭が弱点になるため、二六飛など浮き飛車に構えると、従来の左銀を移動させた、船囲いでは仕掛けた時に四五歩から、 角交換の際に八八角なりを同玉の一手となって四四角の大手飛車のリスクが生じるが八八角なりに同銀と取ることが可能となる。急戦のみならず持久戦への移行が可能である。この場合、過去用高大銃から松尾流穴熊へと発展させていくのが一般的であり非常に優秀である。こうしてその優秀さとして拒否者船囲い急戦と違って 比較銀、カツラの理想的攻撃陣が得られやすくなっていると言える。棒銀については、核交換後の7一角の筋があるので、あまり利用されていないが、今まで飛車船囲い急戦で利用されてきた46、銀右先方65歩、45歩早じかけ、ポンポン、カツラなど、57銀右陣形での戦術は、ほぼ実戦応用が可能となっている。ありがとうございます。